皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは、トーサン TV トーサンでございます。さあ、本日も始まりました、トーサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日は、ウクライナ軍がクレミンナでロシア軍をまた大量撃破しております。えー、そして本日後半はですね、エクアドルがメキシコと断交しました。この背景をお話したいと思います。では参ります。 本日はウクライナ情勢エクアドルの話ということで進めていきたいと思いますが、まずはウクライナ情勢からいきたいと思います。カツさんです。よろしくお願いします。アゾフとウクライナ第95旅団がクレミンナ戦線トレニー地域でロシア軍の攻撃を撃退ということでございまして、ロシア軍の装甲車両11台を撃破したということで、また大きな戦果が入ってきましたね。 クレミンナ方面なんで、リマンクレミンナ方面ですけれども、トレニーというのはね、このクレミンナのところの、えー、戦線のところのちょっとより貯水池みたいなのがあるんですよ。そのそばにある小さい集落ということになりますけれども、ここで11両の、えー、ロシア軍の走行車両を撃破したということで、大きな戦果が出てきました。で、この中で注目すべきことが一つありましたってことが書いてあるんですけれども、モンスター EW システムを 搭載した戦車を露角することに成功したそうですっていうことが書いてありますね。電子戦システムを搭載した戦車を初めて露角したということなんですけれども、これじゃないかなと思いますね。TE72 の B3 というものになります。2022年に回収されたものなので、最新のものになりますね。うん。これを初めて露角したということなんですけれども、これね、 あの、路角なんですけれども、乗り捨てられているものをウクライナ軍が路獲して、で、その戦車がね、牽引とかせずにそのまま走行できる状態で置いてあったんですよ。で、そのまま運転して持ち帰ってきたっていう、まあそういう状況がありますね。で、この状況から何が言えるのかっていうことなんですけれども、ウクライナ側のね、やっぱり砲弾がだいぶ回復してきたじゃないかなと思いますね。単独で、 そのまま運転して帰るっていうのが危ないと判断したんで乗り捨てていったっていうことになろうかと思います。クレミンナ情報それ以外でもまたツさんでございますけれども、えー、ロシア軍を攻撃をして、その後歩兵がチリジリになるんですけれども、その歩兵に対してまた砲撃をしているっていう様子がね、えー、今回のクレミンナの戦況から別の映像という形で出てきてます。ということで、 えー、砲弾不足は完全に解消されたようですねっていうことを勝さん書いてますけれども、まあ完全にはね、えー、解消はされていないと思いますが、だいぶ回復してきたっていうところが言えるのかなと思います。それでもね、まだチェコの砲弾であったりとかですね、まあその他の緊急の砲弾っていうのはこれから届かなければいけないし、 あと、本日が4月の8日で、もうすぐね、4月の9日、アメリカのイースターが明けますね。ここでアメリカの会員がどう動くかというところで、アメリカの支援がね、再開するかどうかというところにもかかってくるかなというふうに思います。現状ですと、バフムート方面が結構きつい状況になってきてますね。航空万能論事さんの地図をお借りしますけれども、こんな感じでですね、バフムートの西チャシブヤールの郊外にロシア軍が取り付け始めました。 うん。いよいよ来ちゃいましたね。A 地点、この地図の A 地点のところで、もう視覚的に確認をされてしまいましたっていうところになります。しかしながらその下のところの森というのが、まあ守る上で非常に重要な地点になるんですけれども、ここにはね、ロシア軍がやはり入れていなくて、その隣にあるイワニフスキーという町がありますが、ロシア側の軍事ブロガーはこのイワニフスキーを完全に制圧したっていうことをしきりに言ってますけれども、制圧はされて、 ませんね。ウクライナ軍がいるのがすでに視覚的に確認できているので、ウクライナ軍が粘っている状況でございます。その上で少し北の方のチャシブヤールの郊外にはついに入ってきたっていう状況ですね。ここも追い返せるような状況になってくると、本格的に、えー、砲弾の問題は解決したと言えるんじゃないかなっていう状況にやっとなってくるんじゃないかというふうに思います。えー、それでもですね、ロシア軍が、 え、余裕があって、え、ゾンビ突撃をしているのかというと、ロシア軍もね、結構ね、アップアップになってきてるっていう情報が入ってきてる。この上で、本格的に砲弾が回復したら、本当にね、ウクライナのターン来ます。来ます。どういう情報が入っているかというと、ホーブスから行きましょう。70年前に戦車を使うエリート師団ということで、これザポリージャ方面の話なんですけれども、 ロシアの第76新鋭空挺師団というのに対してウクライナがね、ドローン攻撃を行いました。で、ドローン攻撃でまた戦車とかを撃破してるんだけれども、この時、この76の新鋭空挺師団というのが使っていたメインの戦車というのが、エリート集団、精鋭部隊であるにもかかわらず、70年前の T55 だったんですね。T55 がメインで使われていた。 そもそもエリート部隊なので、配備されている、まあ、兵士も強いし、あと装備品も優先的にね、装備させられるような、いいものが装備できるような部隊であったにもかかわらず、直近で戦ってみたら T55 が出てきましたっていう話で、ウクライナ側もびっくりしているっていう、そういう話になります。現在、ウクライナ砲弾足りないところから回復傾向にある中、 えー、ロシアの方はですね、エリート部隊が T55 を使っているっていう状況も出てきている。で、今回詳しく話しませんけれども、3月はね、戦車の損失が少なくて、えー、歩兵戦闘車の損害というのがすごい増えてます、えー。200両ちょっとぐらいまで多分お話をしてると思うんですけれども、あれからさらに視覚的に確認されていて、3月はね、250両を超えました。歩兵戦闘車の被害だけで。 うん。多い時で200両とか210両なので、3月はね突出して歩兵戦闘車が多い。代わりに、戦車の、あのー、視覚的に確認できる損失は減っているということで、戦車から歩兵戦闘車に切り替えてゾンビ突撃をやっているような状況になってきました。うん。 何かしらですね、ロシアの中でも、兵器を持っているもののバランスというのが崩れてきていて、その上で特に戦車ですけれども、エリート部隊が T55 をメインに使っているっていう状況も確認できてきたということですね。ロシアが、えー、装備的に苦しくなってくる中、ウクライナの砲弾が回復傾向にあるということで、ちょうどね、お互いの立場の逆転するそのクロスのところに向かっていってるんじゃないかという気がします。 何はともあれ、アメリカのね、これで会員の動きを見て、会員が動けば、うん、ウクライナ軍のターン、開始という形で見ていかばいいのかなというふうに思います。期待をして追っていきたいというふうに思います。はい。では最後にね、エクアドルのお話をさせていただきたいと思います。すんごいニュースが出てますよね、こちら。メキシコがエクアドルとの国交を断絶しましたっていう話です。で、エクアドルにあるメキシコ大使館に、 メキシコの警察が踏み込んでいって、えー、前のね、元副大統領の方のグラスさんっていう人をね、拘束するっていう事件が起こりました。えー、当然メキシコ大使館なので違い保権ですよね。だから、エクアドルの領土内であっても、エクアドルの警察って踏み込んではいけないんだけれども、それを踏み込んでいって逮捕した。当然、メキシコは激切れするわけですよ。で、国交断絶っていう最終カードまで切ってきたっていうニュースになります。 えー、何歩譲っても、これエクアドルが悪いです。目の前で起こっていることは。エクアドルは悪いんだけれども、実はね、その前から関係自体はこじれてましたっていう話なんですね。ちょっとこちらご覧ください。今月の頭なんですけれども、エクアドルに駐在しているメキシコ大使を、ペルソナノングラーダ、このマラザラル人物ということで、まあ国外通をしてたわけですよ。うん。つまり、外交的にはね、もうかなりね、ラインは細くなっていた。 わけです。対象追放してるわけですから。という揉め事が、実は今月の頭にあって、その上で、えー、元副大統領のグラスさんという人の政治亡命を直近でメキシコが認めてしまっていた。それにエクアドルが激切れしてしまって警察を突入させた。そしたらメキシコがまた激切れして国交断絶した。っていう流れになります。 ちなみに、政治亡命メキシコにするグラスさんという方、すでに2つの有罪判決を受けてます。これ、汚職に関する。ブラジルの企業からね、賄賂受け取ってたっていう、汚職に関する容疑で2つ有罪になっていて、それぞれ6年と8年っていう、禁錮刑が言い渡されておりますが、去年、地方の裁判所で、えー、仮釈放が認められております。うん。で、仮釈放になって、月1ぐらいでね、 あのー、裁判所かなんか行かなければいけないというのは、そういう内容だったと思うんですけれども、メディアが政治亡命するんじゃないかと、要するに政府がグラス取り逃がすんじゃないかということを焚き付けていて、で、えっ、ー、と、今のノボア政権ですよね。政府としてはいやいや、絶対逃がさない。絶対逃がさないって言ってる中、12月にメキシコ大使館に逃げられた。で、メキシコ大使館に逃げられて、メキシコがすぐにグラスの身柄をエクアドに返せばよかったんだけれども、返さなかった。 返さないどころか政治亡命も認めたということで、エクアドルの官人袋の尾が切れて突入っていう形になります。で、これはね、おそらくエクアドルの国内でのまあ政治権力闘争みたいなところが根っこにあるのかなっていう気がしますね。えー、去年の10月に大統領選挙がありました。 で、そこで、今のノバーさんが、え、劇的な逆転勝利、末法候補からね、大統領になる。しかも35歳で、エクアドル史上最も若い大統領になるということで、ニュースになりましたが、この大統領選の中で、一人の元ジャーナリストの方がお亡くなりになるという暗殺事件がありました。えー、ビシャビセンシオさんという方ね、この方、この方が暗殺されてしまった。で、この方はそもそも有力候補で、 現在の大統領のノバ大統領は、末法候補だったわけですよ。じゃあ、ビシャビ選手さんと誰が争っていたのかというと、この女性の方、ゴンサレスさんという方が争っていた。反米左派の方ですよね。この方が争っていて、この方がトップだったわけですよ。ところが、ビシャビ選手さんが暗殺されて、その受け皿になって伸びてきたのが、ノバ大、現団長のノバさんなんですね。で、この二人が決戦投票になるんだけども、 決戦投票の前は、えっ、ー、と、ゴンサレスさんが10ポイントぐらい勝っていたにも関わらず、いざ決戦投票をしてみたらノバーさんが勝っちゃったっていう、そういう大逆転劇があったわけです。つまり、えー、ビシャビセンさんの暗殺があって、その後決戦投票があってっていうミラクルをいくつも起こしてノバーさんは大統領になったっていう状況なわけですよ。で、この状況が、怪しいなーって言った人がいるんですね。怪しいよ、ちょっとこの状況は。 それを言ったのが、メキシコの現大統領のオブラドールさんという方、通称アムロさんですね。オブラドール大統領が、ちょっとエクアドルの大統領怪しいよって言っちゃった。それにエクアドルが過剰反応してというか、政府が反応して、先ほどの大使を追放するっていうペルソナ・ノン・グラードをやってしまったっていうことですね。 うん。それが前段階であって、今回の,の大使館での拘束事件っていうのがあって、国交断絶っていうところまで行くということですね。で、ちなみに、メキシコのですね、えー、アムロさん、オブラドールさんも、反米左派というふうに言われてますね。うん。その中、えー、現在のノブア大統領ってのは、新米右派というふうに言われているわけでございます。で、こうなってくると、新米なのか反米なのかっていうところで、またですね、 アメリカがとか CIA がとかっていう人が出てくると思うんですけれどもアメリカがここまで介入するだけのメリットはね多分ないんじゃないかなというふうに思います。なぜかというとメディアは新米とか反米とかって言いますけれども中南米においては いかにアメリカに対して反米的なことを言っている大統領でも、経済的にアメリカと繋がらないとやっていけないです。例えば、エクアドルでいきますと、2007年から2017年の10年間、これが大統領という方、現在ベルギーにね、亡命されていると思いますけれども、この方というのは、反米左派です。 反米路線でやってましたが、やっぱりね、経済的にうまくいかない。なので、次の大統領選挙では、新米ウの人が得票数を集めるということになる。で、現在の、ノバ大統領も、とにかく治安回復っていうのを一番に掲げることで特票数を集めました。で、ノバさんがこの治安回復で一番大事なことは何かっていうと、経済だって言ってるんですね。 貧しい人を豊かにすることこそが治安との回復するための戦いなんだっていうことをノヴァ大統領は言っているので、なので当然新米路線を継承していくっていう流れになります。そういう意味での新米だっていうだけの話なんですね。例えばメキシコのオブラドール大統領ですけども、この人もメディアは反米左派って言います。反米左派って言うんだけれども、 専門家の人たちが実際にオブラドールさんの政策を見てみると全然反米じゃないよねと中道なんなら新米だよねこの人やってることはっていうそういう評価を専門家は下していたりしますね。あとメキシコの一般国民に世論調査するとアメリカのことを肯定的に捉える人が6割を超えます。すごい新米国なんですよ。 ところが、専門家の方たちが、メキシコ人っていうのを考察すると、根っこには反米があるっていうことを言うんですね。メキシコ人の根っこには反米があるんだってことを言うわけですよ。というような状況なので、アメリカという超大国に言うべきことは言うけれども、経済的には仲良くしていって、うまみはすると。 両ともできるやつが人気があるっていう、そういう状況になろうかなというふうに思います。えー、エクアドルという国なんですが、日本からするとね、あまり馴染みのない国かもしれませんけれども、実はエクアドルにはですね、日本人の名前がついている通りというのが、道というのがあります。それがね、野口秀夫通りって言いますね。野口秀夫さんがエクアドルにわたって、黄熱病というののの病原体を発見して、大流行してたのを収束させたっていうことでね、 エクアドルの中では野口秀雄さんが有名人だったりして、通りの名前にまでなっているという実はね、そういうご縁があります。すでにエクアドルとの関係ができてから100年を超えるような我が国も歴史があるということですね。えー、現在のノブア政権というのがですね、麻薬カルテルという汚いところとのつながりなくですね、エクアドルを再建していってくれるということをまあ願っていきたいと思いますし、あと、メキシコとのこの圧力ですけれども、ちょっとね、変にこじれてしまっているっていう感じかなとも思いますので、早くね、 冷静なな話し合いいいいいを持ってたただきたいなという,ふうに思いますはい、というところでですね、えー、本日は、えーまあ、まウクライナ情勢に関しては、ウクライナがまた大戦火を上げた、その方から、ロシアのエリート部隊の戦車が古くなってきている。で、大戦火を上げるということは、ウクライナの砲弾の回復も見て取れてきているということなので、間もなく、 まもなくですね、ウクライナとロシアの現在の優勢劣勢は逆転していく、そういうタイミングが来るんじゃないかというお話でございます。というところで、本日の内容は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。